本社所在地の前橋プラザ元気21送信書。所在地の前橋、テルサ株式会社前橋シティ FM は、群馬県前橋市、北群馬郡吉岡町、高崎市の各一部地域を放送区域として超短波放送をする特定地上機関放送事業者である。MWave の愛称でコミュニティ放送をしている。2011年開局。放送エリアは、 前橋市とその周辺地域。本社、スタジオは、前橋プラザ元気21内にあり、国道50号側から放送の様子を見ることができる。自社制作番組以外の時間帯の多くは、JWAV の番組を放送。JWAV の再送信は、関東地方発であり、秘密の県民賞でも取り上げられた。ただし、JWAV のラジコ通常配信地域には、 群馬県も含まれている。2010年、2011年、2017年、2019年5月現在、末尾は、本社スタジオより生放送末尾は、ケヤキウォーク前橋サテライトスタジオより生放送、会社概要前橋シティ FM、第9位、M ウェーブ今年1月開局から秘密の県民賞、番組公式サイト、ありがとうございます。